えますか？やだ、もう怖いよ。平気だって、ほら行くよ。お兄さん、こちら程度であるほうへ。今の何の音？僕が見に行ってくるよ。ほらほら、予備の帽子を持っておいてよかった。それで本当にあの絵が関係してんの？それを今確かめるんだ。来て。これだ。できた。恐竜って青だっけ？よし、一つ目のミッションクリアだ。俺がこいつの注意を引きつける。その間に二人は体育館のミッションをクリアしてくれ。わかった。ダンクシュート、バスケは得意だ、任せて。おー、あれあれ届かない。ゆうとくん、私に任せて。足が速すぎる。体育館のミッション成功したんだな。おい、どこ行くんだよ。こっちだって。コンジリリードは時間を稼いでくれ。俺は図書館に行ってくる。任せて。彼の好きだった本はエルマーの冒険だ。畜生、どこにあるんだ。なんだ、宇宙人かよ。もう俺の友達を、うん、あこれだ。僕の父さんのエルマンが小さかった時のこと。ある冷たい雨の開いた。最後の指令は何だ。あ、聞いた聞いた。大丈夫か。おい、ちょっと待て。うわぁ、行けない行けない行けない行け行け。緊急手術を行う。です。うん、硬すぎて全然入らないぞ。おい、あれ出せ。うわ
ダメだったか。8月20日午前10時3分おさがみきいこさん、ご臨終です。治ったわ。危ない危ない。てか、あんた何私殺してんだよ。慰謝料よ慰謝料。すいません、お金ですね。おい、出せ。こちらです。あら、それなら全然怒ってないのに。それよりあんたって年収いくらなの？あ、年収は2億4000万です。2億4000万息子の将来はお医者さんだわ。さあ、ヤネちゃん、勉強しなさい。は？あなたはお医者さんになってお金をたくさん稼ぐのよ。やだよ。あんた言うこと聞かないとどうなるか分かってんだろうね。分かった、勉強するから。あ、分かってくれたのね。あら、ちゃんと勉強したのね。じゃあ次は実技よ。これが心臓で、これが胃で、これが小腸よ。お母さん大丈夫？母さん。クソママ、やっと死んだか。最高だ。姉ちゃん、何言ってるの？あ、ちょっと遊びに行ってきます。遊びに行かせるか。ちょっと誰かいいやつはいないかしら。あ、どけどけ、お前ら緊急病院だ。聞いたじゃん。ついてくわよ。鼻くその食べ過ぎで胃袋がやられてる。これはもう治せないかもな。はい、これ手紙。あら、やなちゃん、何これ。学校で無理やり書かされたんだよ。嬉しいわ。やなちゃん、お母さんのこと好き？どちらかといえば好きかな。テレ朝なんだから。もうおやすみなさい。ここどこだ。お前は今日とんでもない嘘をついたな。は？何のことだよ。お前はお母さんのことが本当に好きか。嫌い。嘘をついた罰としてお前の舌を引っこ抜いてやろう。やめろやめろ。やめろやめろ。ヤネちゃん、今日は早起きね。なんだ、夢か。ところでヤネちゃん、本当にお母さんのこと好き？好きだよ。そっか。じゃあこれは何？お母さんのことなんて好きなわけねえだろ。ブー。このクソガキが二度と嘘つけないように舌抜いてやる。あ、いいよ、いいよ、お前食いすぎだよ、うまいもん。あ、もうこりゃ食えないな。でも3秒ルールだから大丈夫。確かに美味しい。あ、うまい棒だ。おい、俺にも一口ちょうだい。なんでよ。3秒ルールだからね。屋根助、3秒過ぎてるぞ。え、でも普通に美味しい。屋根助大丈夫か。ほら、君たちこんなところで何してんだ。これは野生のライオンを仕留めるための餌だ。猛毒が入ってるぞ。サメオラルなんてただの迷走じゃないか。寒いな。あ、四つ葉のクローバーだ。珍しいな。いや、寒い。あ、手袋だ。
あったけお100万円四つ葉のクローバーのおかげかも。ただいま。えねちゃん、今日は野菜炒め作るわよ。また朝顔とか入れてないよね。朝顔じゃなくて今日は特別なもの入れてるからね。へへへへ。何特別なものって。え、なんで四つ葉のクローバー切ってんだよ。何よ、クローバーは野菜炒めに入れるの。カセ、三つ葉にされた四つ葉の気持ち思い知らせてやる。返しなさいよ。東京中央銀行から現金100万円が盗まれました。犯人は犯行時黄色い帽子に軍手をはめていたとのことです。現在も行方は分かっておらず、警察は総力を挙げて捜査に取り組んでいます。止まれ警察だ。その軍手にナイフ、さらに黄色い帽子、100万円奪ったのお前だな。いや、100万円は空から降ってきただけで。言い訳するな。お前を逮捕する。コックリさん、コックリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。すげえ、コックリさんって本当にいるんだ。コックリさん、コックリさん、屋根助のお母さんは綺麗ですか。うわぁ、すげえ。あのババアが綺麗って、やっぱり迷信じゃん。帰ろうぜ。おーい。じゃあね。じゃあね。キータ、うわ、なんだ、近づいてくるな、やめろ。ヤネちゃん、驚かせてごめんね。お母さん、髪も黒く染めて今日は気分がいいわ。きたきた、今日のラッキーカラーは青色か。でも周りにないし、探しに行こう。なんだよ、びっくりしたじゃん。ラッキーカラーの黄色、黄色。はっ、うっ、青と黄色、これで完璧だわ。宿泊体験のメインイベント、肝試しを始めるぞ。男女ペアは手をつないで校内を探索するんだ。ヤネスケくん、よろしくね。あ、ああ、ちゃんと引きってよ。キューラブラブ。それじゃあ準備するぞ。ヤネスケくん、起きて、始まるよ。ああ。ヤネスケくん、本当に幽霊が出たら怖いよ。肝試しっていうのは大体脅かし方のパターンが決まってる。安心しろ。序盤から人を使って脅かしてくる構成はなかなかない。最初の脅かし方は音だ。はっ、中盤になると目は肥えてくるため、シンプルな脅かし方は通用しない。つまり俺らが予想しない角度から脅かしに来る。ね、聞いた。お疲れ。なんてことないでしょ。うん。あそこに浜井先生が出てる。あれは何もしないと見せかけて最後に脅かしてくるよ。あれ、先生脅かさなくていいの。何もしないのかよ。こんなことこだわずに失神しないで。行くよ。どうなんですか先生、ヤネスケくん。それから先生はさっきまでの記憶が全くないんだ。もしかして先生ビビって失神しちゃったんじゃないの。そんなバカな話があるか。ところで誰か一緒にトイレ行かない。そっかそっか、じゃあ先生一人取りに行ってくるよ。なんだよ、マイザーのうんちだ。ラッサー、マイザー。
はーい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいねお前ら、この先に何の用がある？ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこで、これを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂と繋がってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネスケ、前から3番目の個室はここだ。就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達でーす。さっきも聞いたよ、やろうぜ。あいつら何か様子がおかしかったな。もしかしておっしゃ、スキルの次や。おい、いいぞ。ビクロだ！おい、お前ら、ちゃんと寝てるのか？寝てまーす。お、偉いな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの？廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。ヤネスケ、ゲームやるぞ。先生はどんな味噌が好きですか？そうだな、先生は赤味噌が好きだし白味噌も好きだけど、やっぱり血糖値が高いから豆味噌も好きかな。豆味噌を使った豚汁って絶品なんだよな。でも味噌かつぶせがたいんだよな。えげ、頭おかしいから脳味噌も腐ってやがれ。あー、これじゃ味噌汁作れないよ。そうだ、確か味噌はお米と大豆と塩でできてるはず。できた。あとは塩があれば。コンジュリー、もっと投げるか。もっと投げるんだ。スーホは馬頭剣を作って白馬のそばにいつまでもいられるようにしました。できた。これは熟成させれば。熟成ってどのぐらいかかるの？今は冬だし、2、3日ぐらいかな。そんなに待てるかー。
りあえず次は鮭の塩焼き作ろう。鮭はちゃんと持ってきたよ。それ鮭じゃなくて鮭じゃんか。ちょっと鮭取ってくれ。え、頼んだぞ善次郎ホークツリーぞ。あ、来た。おりゃうんちはいらない。Rock that hard days. 今日も世界一